さあ、ということで今回、ウルトラスーパーベジットとね、相性いいキャラクターで、ウルゴジがね、かなり、言われてますけど、ウルゴジ持ってない方のためにね、こちらのウルトラゴジータと同じ属性の同じ合体戦士のね、覚醒ベジットブルー君に来てもらいました。こいつでも全然ね、戦えると思うんで、ウルゴジ持ってない人は、まあ、この2体組み合わせるのがいいのかなということで、はい。覚醒ベジット入り、合体戦士使っていこうと思います。そうですね。まあ、でもね、やっぱりウルゴジの方がね、まくる力あるんで怖いっちゃ怖いんですけど、全然ね、この子もね、覚醒キャラでステータス高いしね、うん、やれると思います。さあ、まさかの相手も、ベジットブルー使ってるっていうね、いいっすね。お願いします。うわあ！やばいやつか。よかった、ミスって。ちょ、待って、ドカバキ最近下手すぎだろ、俺。ちょっと待って、最近おじいちゃんすぎる、ドカバキが。いや、やばいやつってことは分かったんですけど、頑張ってしてるでしょ。遠距離誘おう。OK。怖いよ怖いよ怖いよ何お兄ちゃん何お兄ちゃんずらしてしっかりともう怖いよお前ら何考えてんの本当に考えてることがマジさ、やばすぎる。うわ、気力減った怖すぎだろお前、やばすぎ。頭大丈夫か言わせてもらうが。こっちで打とう。あ、でも青で打ってよかったか。ねえ、怖い、本当に。入れ込みでしょねえねえねえ、小学生、君たち、本当に。なんか、すごい魂の褒め方された。あ、いいよ、それは。跳ねて。遠距離がそうか。遠距離だろ、お前。打撃が枯れたやん、一回。怖い怖い怖い。オッケー、バカで助かる。ありがとう。一番大事なキャラ落としてくれてありがとう。オッケー。さあ、ここどうしよっかな。もう78いなくなったんでね、スーパーベジットがめっちゃ活躍しますよ。もう分かった、分かった、分かった。OK、OK、OK、あなたのね、すごい、もう、その、魂のね、困り方は分かりました。いや、面切った後、さすがに強えな。やっぱ予約圧がね、すごい火力出しやすいんで、そこは評価できるよ、ベジットブル。打撃引っ張ってくるっていうのが強すぎるわ。うおー、強え。オッケー。どうしよっかな。まだ50砲のメインは引きたくないんだよな、正直。勝てえな、やっぱメイン切った後のこいつは。何何何何君は何君はもう分かった分かった。面白いね君、面白いけど、このベジットどうやって倒すの、痛くないんだけど。はいはいはい、80、さすがに押されんから出しとこう。いやー、聞いた聞いた。今度は貴様にも見えるように、鍵見て通常安定 A。 OK、 54強。何、もう頭大丈夫ですか。怖い方が多いな、土日は。ヤクザが増える、ヤクザが、レジェンズヤクザが。遠慮はいらねえぜ、どこからでもかかってこい。そのまま行きましょう。あ、うまい。いいね。そういうのは好きよ。
で、特殊を特殊にやるのバカよね。あ、でも結構削るな。いや、必殺どっかやるのは違うじゃろ。ドロ速上がったわ、タッキョンと対峙して。えら。えらすぎか、こいつ。そうか。そういうのできんのか、今。うわ、めっちゃ封印された。ちょ。いや、だるすぎじゃろ。オッケー、これ強いね、めちゃくちゃ。特殊が使いづらすぎじゃろ、このパーティー。特殊が使いすぎじゃろ、このパーティー。今気づいたら。オッケー、削ろう削ろう、行きましょう。まあタピオカなんだかんだ邪魔なんでね。ね、なんか一丁前に圧覚えてそうなんで、そっから行きましょうか。このね、アーツ連打した後のライジングってのはドロ速3段階ぐらいあるんで、この返しがめちゃくちゃ強い。あ、でもデバフついてるわ、なんか。タピオカの。跳ねましょう。封印だる。時間稼いで、跳ねなくていい。これはさすがにどうしよっかな。もう一発もらうか。アキナコが咳した、かわいい。かみ見て打ちます。ひくね。苦手つえ。危ない危ない。メインはさすがに切らないけど、一応ケアするか。もらいます。待って、通常出んかったわ、最悪。補正切り竜パンチ来るな。とりあえずカバチェンでカットして、まあとりあえずさせいいじゃろ。ああ、ライジングケアするんだ。それはリスクしかないですね。残念。いや強すぎじゃろ。いやいやいや、まあまあまあ、魂の眉裏。龍拳使わないの？使うよね。まあ、ご時報捨てましょうか。まだまだびっくりした。使わして。いや、ここ時間稼げるのめちゃ強え。打撃ドローで。これはマジベジブルにしかできん。特殊で繋げとこうか。勝てえな、この龍拳。まあ、メインで場2回含まれるんでね、しっかり時間稼げますね。OK？ いや、マジで強い。本当に強い。通常抑えてメインで場2回復しとこう。まあまあまあ、マイン使わしたんでもう勝ち確ですね。OK。 さあ、やばいの来た、最後に。うわ、青出したくねえけど動画的に出さないといけません。やばいな。どんだけフェラーリなんだよ、そのパーティー。
ということでラストお願いします。フェラーリサイヤ人パーティーといったところか。さあ頑張りましょう。さてそろそろ白黒つけよう。はい、見てだけキャン。いやーそのまま来るか。いやーまあまあメッキあるとはいえ痛えな、痛えな。メッキあるとはいえメッキの上からこんだけ削るんだ。緑のサイヤ人の意地見せろよお前もっと。ダメでした。ちょい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 、オタク強すぎます。どんなパワーしとるお前。攻撃力3500ぐらいあるな。え、うわーそうか、てか打撃なかったもんだって。お返しや。そうだそうだった、それがあるんだったな。行きましょう。ちょ、9カウント絶対稼ぎたい、ここ。いや、即そこも。龍拳補正切りで撃たれるけど耐えるよね、多分。いや、耐える。え、そのまま撃ってくんの？なんで？青で受けます。デジブルはね硬いんで。少し真面目に。オッケーオッケー。いや出てくるよな。ちょっと待って、二段お祈りとかやめてね。オッケー、打つか悩むな。ここ必殺についてんのか。じゃあ行きましょう。結構ソフしてくるんだよな。えはぁ、マジで言ってんのこいつ。交代禁止強い。はい残念。あーでも残念でもないわ。踏ん張りあったわ。やばいだろマジで。何のライジングだった今。俺合ってるよね、俺が合ってるよね。向こう当たり前じゃないよな。怖っ。で龍拳なんか使ってくれてるんで。うぜえことしてきやがるなお前。あやべえ、捨てるわ。お前あんなんしといてさ、生き生きプレイすんなよこのゲームまして。あんなんしといて。え88、ここ稼げるの偉いねこいつは。跳ねる。オッケー、やばいよ。本当に。あっぷね、お前。終わるか。